でもあり、各曲の4、3、2、1、終了でーす。はい、ということで今回はここで終了したいと思います。はい、ということで、皆さん終了お願いいたします。どうぞー。エルワライアク、アイセンチメータル、シータイアク、イエベチュー、センガライアク、セイジョーカルジョー、キーザイアク、コロカラ、エトワール、武蔵野大学、ボーブレイ、東洋大学、トムコーンズ、
これがまだでもこうなってくると敗者復活も盛り上がりそうな気がしますよ。皆さんが思ってたあのチームが負けている、そんなこともあると思います。これは敗者復活も目が離せないんじゃないでしょうか。そしてトムボはやはり3位は悔しいということでこれもありましたから、決勝はまたちょっと違ったところが出たりするでしょうし、ショコルミもね、3人でよく頑張っていただきました。そしてエアポケシーと1人でね1位ですからね、素晴らしい。はい、さあ、関東戦1日目は1位が SPH、 2位がサヨナラモラトリオン、3位が立教エレミス、第4位がライフというふうになっております。今日の4チーム合わせて8チームが決勝に進んでおります。さあ皆さん、決勝都内某所で行われます。ぜひとも皆さん熱い戦いを見に足を運んでいただきたいと思います。僕は今日思ったんで最後に一つ言わせてください。君はノクシックのほうが最後自分のパフォーマンス終わった後に私たちって言いましたね。あれがなんかユニドルだなと思います。一人でパフォーマンスをしてるんですが、私たちと言って最後締めくくった彼女は、ユニドルの象徴のような人は生かした、そんな感じで2日目でございました。配信をご覧の皆さんも本当にありがとうございます。そして会場を来ていただいて皆さんもありがとうございます。審査員の3名の方も本当に今日はありがとうございました。次は決勝でまた熱い戦いを皆さんでもお会いしましょう。 MC がサミットの審査でした。ユニドル 2021-22 ウィンター関東予選後の成城彼女さんからのお礼メッセージになります。パフォーマンス終了後のメッセージになります。出演されました皆様です。タイムテーブルですが、3番目18時1分頃からの出演を予定されていらっしゃいました。キービジュアルになります。新天地は中野サンプラザホールに決定いたしました。成城彼女の皆さんは1月16日開催予定のユニステージボリューム14にも出演されます。